沖縄は好きですか、関西弁さん好きですか、もうイエーイって言っていいらしいよ、おかえり本格、昔やってた乾杯の発声を今日覚えて帰ってください。あの那覇の人も知らないからさ、これ覚えてない。ティーフィサガンジューって言います。ティーフィサガンジュー。あ
Okay. T 方言手のこと T。Fisa。T Fisa。頑丈ってのは頑丈って意味です。そう、昔のおじいおばたちは手から足まで体が頑丈、健康でよかったねと乾杯したわけでございます。だからね、僕は全部言わなくていいよ。T Fisa 頑丈で全部噛むからさ。僕が T Fisa 頑丈って言ったら頑丈で乾杯してくれたら、健康かいみんな健康だよと。そういいよ。そんな乾杯でございます。皆さんよかったらソフトドリンクでもいいし何でもいいので、一緒に乾杯していきたいと思います。素敵な素敵なハイサイフェスタ 2023 T フィサガンジョー。とても便利な世の中だ、田舎で育った僕には、説明書が欲しい。あの人はすごいみたいだ。一等地に家があるようだ。フランス料理も食べるような。君の味噌汁はうまい。人はどの道だ。
最後にもう一曲だけいかせていただきます。¡Vamos!
皆さんごめんなさい、ちょっと時間的にちょっと厳しいので、15秒だけもらっていいですか。アンコールありがとうございました。ダメって言われたけど15秒だけです。続きは5月28日に、山本由美さん、ありがとうございました。